日本維新の会は党紀委員会を開催し党に無断でロシアを訪問した副代表の鈴木宗男参議院議員を除名とすることで意見をまとめたことが分かりました複数の関係者によりますと鈴木宗男議員がウクライナへの侵略をめぐってロシアが勝利するなどとした趣旨の発言について党側が問題視したということです